はい、それではローズステークス特徴生活ですね。本ちゃん行きましょう。その前にオークランドですね。ありがとうございました。諏訪原スさん、鑑賞でしたね。1.1倍って硬かったですけど、徐々に増やしていってます。ありがとうございます。はい。レイボーステークスですけど、久々に特注は来ました。おめでとう。ギャラッと来たな、これ。右回り、いに炸裂。丸山さん、うまいとこ、進路通ったこれは、うん、これはちょっともう酔いしれた。丸山さんに酔いしれた。これ、うまい。うちからさばいてきた。はい。 え本命3着でしたっけバンケットミンゴ3着そして買ったのがブレーステイキングとはいえー久しぶり久しぶりというか初めてに近いぐらい徳地チーバー来た気がしますけどね徳地場来たら好きですろこれ結構人気通りやったんけどなありがとうございましたはいそれでは出走表行きましょうレッツゴーはいえそれでは出走表の前に今日は 今日は、オクランドですね。ねえと、9番のスワバラミスさんです。はい、昇級戦何の園でした圧勝でした。ありがとうございました。楽勝1.4倍やったっけはい。えー、ここずっとね、硬い予想続いてますけど、申し訳ございません。はい、すいません。えっ、ー、とね、もうね、<laughs> とりあえず回収率上げようってことです。すいません。都合よく放送してますけど、圧勝でした。まあね、断然2期でもね、たまにやっぱ飛ぶンはいますんで。うん。 夏はね、だいぶ苦しんだんですね。手堅く封じる目で全然当たらなかったんで。はい。まあ、当たって何よりかなと思ってます。手堅すぎますけど、ありがとうございました。えサりね、アナミ、アナ強く買って、んで、ほんまに、ートこれで絶好調、絶好調っていうか、えっ、ー、と、結局、これで3勝クラス買ったんで、オープンクラスもなかったんか。 うまいこといけば、チャンピオンズカップとか出てきて面白いかなと思ってるんで、お願いします。中京選挙の実績まで落ちんで、この後、ヤコステックスぐらい挟むんかなちょっとわからんけど。来たら、まあ、地方は行かないと思うんで、ちょっと期待してますね。はい、また新鮮の星が出てきました。新鮮の星新鮮ですね。ごめんなさい。新鮮の星って星の星やんけ、これ。<laughs> あ,あ、もういいですか。かありがとうございました。はい。続いて、エネンボーステークスもやっていきましょう。ロンです。はい。すいません。えっ、ー、と、調子良かったんで放送していきましょう。はい。えっ、ー、と、くちのギャラット来たんで、もう、ギャラットさんで OK と思ってたんですけど、はい。<お>えー、ブレステイキングが4番手追走。まあ、中山選手について、時計が、ババが早かったんと。はい。あと、えー、バンケット、ミンゴさん。はい。えー、外分回し、しかーくん。 とは言いませんでしたけ石橋さんなかなかこのまま分かっているなっていう競馬でしたまあちょっと外回ってちょっと苦しかったんですけどまあ3着とはいブレステイキングが藤井ルメールじゃなくて堀さんにルメールってことで珍しくコンビ出たんですけど1着間だはいでこのギャラットですよね4コーナー回ってうちでロをすんなくためて丸山元気さんの久しぶりのこの好奇調ですかちょっと失礼なこと言いましたけどはいうちでためてよく来ました さあ馬場のいいところ開幕2周目のインコース我慢の上がりなんかあれやね星マークの特注馬来たの多分久しぶりには気がするぞ全然特注馬やって全然来んかったからな最近な。 ありがとうございました。はい。えー、ブレステーキング、ちょっとち、ちびって黒参考にしてたんで、まあ、それでもバッチリだったんで、まあ、手が高かったですけど、馬券は硬かったですけど、ありがとうございました。はい。ということで、えー、調子いいまま、このまま、えー、明日、ロードステークスですね、行きましょう。 はい、えロードステークズですね。えー、ちょっとね、編集見せて危なかった。セントライト記念でまとめてやろうと思って、あ、ちゃうーと思って。<laughs> すいません、3日間開催ですありがとうございました。はい、ちょっとね、ほんまに最近グリーンチャンネルもパタッと見るのやめて、もうほんまに冗談抜きで、えー、なんていうんですか ほんまに競馬生活っていうんですかね。あの、どっぷり使ってた時代がほんまなくなってきました。もう、すげえなと。こんだけやめれるんやと思ってね。はい。ただまあ、妄想化けは続けてますよってことで。はい。妄想、妄想っていうか現実化けもほんまいなくなった。びっくりした。はい。えー、余談を去っておいて、ロードステークス行きましょう。はい。褒めですけどね。副賞の本命候補、ダノンファンタジーやめて、スイープセレリタスに行きましょう。で、行きました。はい。 え、順位と当てなんで、ストラクはそこまで不利じゃないかなと思ってます。あと、F g ルメですね。やっぱここですか。はい、ルメちゃんが、エオークス、えー、が、ゴークチャ、えー、っと、シューの持ち馬、お手馬が多分おらんはずなんで、となると、このまで本気、えー、シオンステークス4着破りましたんで、お手馬がね。はい、ということで、前走1.9倍の、えー、1倍、え、1.9倍か。 はい。単純一番人気で前走勝ちました。強い内容。二走前も上がり早速で強い内容ってことで。距離延長、初くらい参考問題ないでしょう。はい。藤ルめでここ、えー、輸送わざわざしてきてますんで、本気でしょ頑張ってください。あと、コバ手の三勝馬です。え、コバ相手に勝った二勝クラス。いわゆる三勝馬になってますんで。 はい。この時期ね、え、コバ相手の、えー、西を勝,勝ち上がった、馬が、いわゆる昔で言う1000万以上ですね。1000万以下か。すいません。1000万以上って意味ないかな。1000万以下のクラスで買ったのが強いよってことです、コバでね、コバイでね。はい。頑張ってください。えー、対抗だのファンタジーで行きましょう。まあ、このまま思いかけない一番人気。で、まあ、 えー、大歌唱がポジション取ニとト4着と前走、オークス5着。これ距離が多分間やだっ,って書いてますんで。まあ、えー、自己条件戻って、距離18の半身なら、ね、昔、えー、ジュメフィリーズ2歳以上、チューリップ賞まで順調でしたんで。はい、頑張ってください。川田さん絶好調ですもんね、今年ね。はい、ダノンファンタジー、まあ、えー、オークス、えー、大歌唱破れても一番人気と。 えー、カードさんちなみに今日はっていうともう2勝してます。止まりません。中内田さん今日どうでした中内田さん今日明日。アダノムファンタジー明日からから,から了解されりがとうございました。はい。あと黒三角、シグールピンクダイヤ、こちらも阪神来たら大賀賞、チューリップ賞ともに上がり最速で延着来てますんで、まあ阪神でオッケーかなーと思ってます。うん。まあ人気出ますよね。はい。あと白三角が、えー、ビッグピクチャー、ウィクトーリア、ビーチサマーを拾っておきましょう。特にこの中で注目してるのがビッグピクチャーでしょう。 はい。15調査と口場となってました。前走、ま、まだ一生暮らすわけなんですけど、前走、え、三身以上突き放しての圧勝劇。はい。え、近隣は49キロ、え、岩田、え、望さんやったっけあ、ごめんなさい。未来さん。で、え、半で見込まれましたけど、え、それまでもね、え、阪神1 8の舞台で3着の54キロ背負ってますんで、え、特にこの舞台、え、54キロでしたっけこのまま、ピンバッセンって54キロだったっけはい。え、5キロ、え、6キロ。 5キロプラスなのかなでも問題ないと思います。別に金量差で買ったとは言い切れないんでね。はい、頑張ってください。藤原さんのところなんで。はい、頑張ってください。うん。えー、すごいですね。奇襲継続騎乗ですか。重症で岩田未来さん乗せるってことで、だいぶ信頼を得てるんでしょうね。まあ、所属9社はわかるですけどね。はい、今年も20勝上げてるんで期待の新人ということで、頑張ってください。すごいよね、岩田君。岩田ジュニア 2億やったったけ今ねえ獲得賞金すごいと思うわ新人ではい頑張ってくださいうん一番期待してるな今年の新人ではいてか近年の新人で期待してるかもしれないこれすごいはいディープ参加してねありえますよはい距離も1800走れてますんで問題ないでしょうはいでここですねロードステークちょっと早いですけど、えー、今合計6頭打ってますんで合計7頭ということで1頭特注馬ですね打っておきましょう はいえー、とクチューバーですけど、はい、この馬ですね。はい、アルティマリガーレでいきます。はい、アルティマ、えー、トゥーレの、えー、兄弟、兄弟者は、えー、子供ということで、ハービーネスマク。で、えー、この馬はまだ4層しかしてませんけど、まだ連帯外しておりません。で、プラスアルファ、さっき言ったとり、この馬も、えー、スイープ、っっけセレイタスっっと一緒で、コ、え、バ、ー、相手の、えー、2勝クラス勝ってます。 はい。もうこれだけです。婚位ーー等でしょうってことで。んで、えー、前走一番人気で、えー、中京を勝ちました。で、まず、前も、前からずっと言ってますけど、この中京をえるタフな部隊、スピード入る部隊で勝ってるのが低い高評価と、はい、さっき言った、えコ、ー、バ相手の2勝クラス勝ったんが、第2の条件、えコ、ー、バ相手の戦力。そして、えー、まあ、えー、母親はアルテマトゥールで短距離ゲットなんですけど、ハービンジャー3区ってことで、はい、まあ、距離延長はプラス材料ですね。 うん。で、まぁ、あ、1 0 4がむしろね、えー、短い敵があったと思いますんで。うんで、えー、前走距離延長して、えー、勝ち。えー、1008でも問題ない距離だと思ってます。キャービニーサンクで距離短い1008は多分ないと思われますんで、適正的にね。まぁ、あ、防具がそれじゃないんですけど。はい。あると思います。で えー、全部点のり、ルメちゃんさサッチーさん、斉藤さん、斉藤さんでも買ってますんでね、ちょっと口悪いけど、はい、塩くらすね。はい、で、前走浜中さんってことで、す、え、べ、ー、て4クラとも違う騎種乗って4連隊ですから、これは素晴らしいと思います。はい。中京の戦力山まで買ったんはね、結構でかいと思いますんで、頑張ってください。操縦性高いって書いてますね、ハーブニアンクはい。いや、普通になりますね。安寿浜中さん継続騎士とってことで。うん。 普通に期待してるけど、三勝売ってだけで期待してる。5倍っていうのね。はい。ティマリカーレ。まあ、ビッグピクチャーもそうですけど、この7番、3番が来たら、来たいかなと思ってます。はい。頑張ってください。ビッグピクチャー来て面白いな。美味しいな。はい。ということで、ロードステークス合計7等でいきますよ。はい。続きまして、復調生活候補あ、復調、ごめんなさい。復復生活いきましょう。 はい、復調生活ですけど、今回はここでいきましょうか。日曜日の、はい、ラジオ日本賞、はい、もうしゃーない。これはしゃーない。えー、期待してる者たちがね、いるんですね。スイングビート強いし、フェニックスマーク休み明けで久しぶりに帰ってきたし、ハイランドピークおるし、ローズプリンスさんもと、リテラルホース目を押す。ここ、へいっ一歩おる中ね、はい、河川のカップ6番人き、明日は両方ですけど、頑張ってください。クズムさソンです。<laughs> 風の子、ついにね、前、前、めました。やめ,めちゃうわ。あの、手堅いバケンやめました。ついに、面白くないと思われた家から前、前にしました。はい。えー、大葉は、不良で活躍する風の子毎回紹介してますけど、ただですね、中山と津村さんに限っては、津村さん、えー、この馬で中山の、えー、音望でしたけど、前八で1連隊。はい、えー。そして中山でまだ2連隊だけ。ただ、この中山どっちとも、も不良で成績上げてるんで、えー、中山で強いかというとどうでもないんです頑張ってください。 はい、前走両方で3着なんで、はい、ということで今日勝風の子で解明さんに戻りましょうはいロードステークスですけど本命無難に切り替えて藤路目の本気ってことで西にストークしてきてかつ中華賞の候補が、えー、ルメンちゃんにお手をまいないんでここで本気で頑張ってくださいはいあと ですけど徳ですけど今回はコバ、えー、相手2勝クラス勝ちってことでいつも通りベタな予想ですけど頑張ってくださいまあどちらもねコバ相手の3勝2勝クラスってことですね頑張ってくださいはい、えー、副賞生活ついに前までいきましょうついにカッティーない今までね6手で連続ほとんど勝ってんとこ選んでるんですけどはい ついにここで、ね、連勝を途絶えるかってことで風の子も前回からまあしゃあないって言ったらちょっと風の子に失礼なんで一応頑張ってください。両方ですけど両方やからこそ人気出ないんで。 さあ、中山で、津村さんで2着やった、この相性、相性がいいんか、ババが良かったか知りませんが、中山で頑張ってください。ここで体の子来たら2倍は確実に増えるかな、これ。わーわー言うと、これ。はい、ここで副賞2倍、2.5倍ぐらいか、2.5倍ぎか、つくいたら多分副賞パーセンテージ結構解消するんで、よろしくお願いします。1か、ワッかです。頑張ってください。ということで,以上での、一応どうご清聴ありがとうございました。